私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。終わりって言って半年で戻ってきたら、市場の歌声と絶好調トークの習志野でのツアーファイナル。キーアイ何をこの先の未来の自分が見えているのでしょう。いよいよお別れでございます。今日は長々と喋ってすみませんでした。トークショーをしたら3時間くらいかかりそうです。おかげさまでコロナ災いの状況で劇場公演やコンサートをやらせていただきましたけど、一度もコロナのためにショーを中止したり延期することなくやってこられました。皆さんにの愛に守られていたんだと思います。今年、福岡、名古屋、大阪、東京で劇場公演を全90公演しましたけど、期間が長いので何かしらあるかなと思っていたんです。でも、大丈夫でした。自分も、ものすごく気をつけていました。デリケートだから。そこまでおっしゃると、自分自身がデリケートゾーン？存在がデリケートゾーンだから。と一段高い声でおっしゃったので、クスクス笑いが起こって、キーアイナも笑顔に。コロナ災いだと分かっていてもやっぱり席が空いていると残念な気持ちになりました。お客様の顔を見た時に空席だとは、ピリオド。何気にしれっと全員のこと見てますから、目が100個ついているんです、ショー。見てないようで皆さんのこと見ているし、気持ちも分かるんです。そう、自分、人の気持ちがすぐ分かるから疲れちゃうわ、ピリオド。思わず本音がボロン。すると、終わり終わりとこれだけ言って半年で戻ってきたらどうします？ね、半年で、ショー。そうしたら、歓迎してくれますか？と問いかけるような茶目っ気たっぷりのキーアイナに、大きな拍手が起こりました。2022年のツアーファイナルとなる習志野文化ホールでのコンサート夜の部でのことでした。心が決まり、キーアイナにはこの先の未来の自分が見えているのでしょう。市川演司会さんと共演された方たちに取材すると、皆さん、口を揃えて、電司会さんは皆より先が見えているんだと感じることがあるとおっしゃるのですが、私はその度、キーアイナを思い起こすのです。先読みができる人。それを天才というのかもしれません。キーアイナを、南風の時に涙ぐんでおられましたが、あとは、笑顔で、とにもかくにもトークが止まらなかったのです。キ、12月13、14日の、きよしこの夜ボル22がどんな構成になるかわかりませんが、もしかしたらこの曲もあの曲も、格子で氷川きよしコンサートで聴くのは最後になるかもしれない。そんなこんなを思い、一曲、一曲、歌い終えるたびに、キーアイナへの感謝とともに、歌い終えた曲たちにも感謝の思いを送ったのです。キーアイナへの気持ちを感じていたこともあり、寂しさより、達成感と充足感。何よりキーアイナへの軽やかさに見惚れたのでした。最近は冠番組の限界突破レディオでも2023年からの予定を休業ではなく休養という言葉に統一されているので、今年の初めに無期限の活動休止と発表された時から意味合いが変わってきたのだと思います。でも改めて発表時はそう表現しなければならないほど切羽詰まった思いがあったのだということも勝手ながら感じるのです。ラストトークはまだ続きました。デビュー2年目で中野サンプラザで初めてコンサートをさせてもらえて、一回コンサートがやれて、すごいことだなって思いました。その翌年、沖縄からツアーがスタートして、80カ所160公演。それから毎年、20年間、今日までツアーをさせていただいてきました。そのツアーも今日で終わります。皆さん、ありがとうございました。どうか心と身体を大切にしてください。健康診断抜けてますか？自分で何もしないで大丈夫っていうのは傲慢だと思います。両親にもそう言っています。父も80歳になりますから、年齢からしたらいつ何があってもおかしくないなって思うから、口うるさく言ってます。自分、健康オタクですから。自分も長生きしてずっと歌っていきたいです。そして多くの方に生きる力を届けられたらと思っています。
ラスト3曲です。いいですか？ 3 曲歌っていいですか？いいですか？お尋ねになるまでもないことなのに何度もそうお聞きになると、ラスト3曲に20年のすべてを込めて歌います。とおっしゃり、君と僕、You are you、青し、を歌ってくださいました。青しのスキャットは前半はファルセットでしたが後半からラストまで地声で、ピリオド、染み入る歌声でした。歌い終えると、今日は長時間ありがとうございました。皆さん、いついつまでもお元気で、またお会いできる日を楽しみにしております。と、力強くおっしゃいました。皆様、いろいろな思いを抱いておられると思いますが、この最後の言葉がすべて、私は、この言葉に乗せきいあいないの魂の声が聞こえてきたように感じたのです。ひょっこりなのか、華々しくなのか、それもまたきっとキーアイナらしいナチュラルな方法で、ステージに戻ってきてくださることを楽しみに、まるでこれから世界旅行に出かける人を見送るような思いになったのでした。前後しますが、オープニングトークでは、このような日が来るとは思って、と、一呼吸すると、いました。と、小、いやん、どっちだけ、かん。でも、新たな旅立ちのために、明るく楽しく、そして歌を魂の限り歌って、加えて、これまで分かって欲しくても知っていて欲しくても言えなかった、氷川きよじの楽屋裏と、キーアイナとしての本音を言葉にして伝えておきたかったのでしょう。デビュー2年目中野サンプラザで初めてのコンサートをしました。すごくプレッシャーで、二十何曲も一人で歌えるんだろうかって不安で、グループだったらいいのにって思ったりもしました。ツアー初年度は80カ所160公演をして、それからずっと続いて、ピリオド。時が止まっています。20代から、ずっと仕事してたから、ピリオド。いただいた曲をヒットさせて、作ってくださった先生方に喜んでいただきたかったですし、自分はいただいたチャンスを絶対つかまないとって思うタイプなので、カメレオンみたいに、いただいた様々な歌の主人公になりきりました。そうやって続けてきたコンサートツアーも、今日で20年間の幕を閉じさせていただきます。プロとして仕事をする中で、いろいろな曲を歌いたいと思うようになりました。そして、せっかく生まれてきたからには、自分で曲を作りたいって、いつか自分で作った曲をヒットさせたいですね。自分、こだわりがすごいんです。今日も最後の最後までこだわって歌います。と、頼もしいキーアイナを出した。司会の西寄東さんを交えてのコーナーでは、レコード大賞も紅白も気張らずに行きたいとおっしゃると、気張るとおならでちゃうから、ショー。と、皆を笑わせてくださると、今日で終わりということで、さよなら。と、あっさり、ショー。そして、捉え方次第で悲しんだり切なくなるんだと思うけど、自分は、じゃ、さよなら。はい、次って。と、そして、ステージもこれまで何回してきたんだろう？20代の頃は逃げたい、逃げたいと思っていました。笑われれば笑われるほど、顔を、名前を覚えてもらえると言われて頑張っていましたけど、デビュー時のサンド傘とカッパはきつかったから、スーツにネクタイもきつかったから、5歳の時、福岡サンパレスで松田聖子さんのコンサートを見て、人前で歌いたい、華やかなところで歌いたいと思ったんですよ。松田聖子になりたいって。でも、自分の好きなものを選んだら殺されるんじゃないかっていうような時代だったから、自分を出せずにいました。なんとか生きていこうと思って、自分とは、新逆の男らしい鳥羽一郎さんの歌を歌うようになって、16歳の時、演歌歌手になるって言ったら全員に鼻で笑われました。でもそれで、逆にエンジンかかったんです。そこまでお話しされると、ほんと、うの自分を出したら手のひら返されました。気持ち悪いとか言われたし。と、すっかり今はすっきりした様子でおっしゃり。長くなってごめんなさい。来年からボランティアでトークショーやりたいですね。寂しいけど、ピリオド。これから寂しくなるけど、でも人間は結局孤独ですよ。
死ぬ時は一人だから。自分、これまで皆さんの幸せのために歌ってきたから。ピリオド。ここで、突然、皆さん言いたいことあったら言ってください。と、問いかけ、西寄さんから、声出せないんですよとフォローがありました。かん。でも、それでも聞きたかったんでしょうね。そして、12月13日に放送される、キーアイナパーティーから氷川清と最高な夜からの話題に、森口博子さん、博多華丸大吉さんがゲストだそうですね。この番組の収録ために母校の高宮中学校に行ったそうですが、中3の時は登校拒否気味で保健室で泣いていたんですよ。そのことを後輩たちに言って、そんな自分だったけど、今、人前で話すことができるようになったんだよって、リクエストを聞いたら、清のずんの拳、で、今の中学生が知っていてくれることに驚いたそうです。そして、歌い終えて、もう一曲歌うよ。何がいい？と聞くと、限界突破×サバイバー、だったそうです。高速で丸刈りにされた時、死にたくなるほどのショックを受けたこともお話しされると、これまでを振り返って、自分はヒーローやヒロインなんだと自分に思い込ませてやってきたけど、でも、できないものはできない。苦手なものは苦手だし、嫌いなものは嫌い。実際にやってみて、はっきりそういうことがわかりました。そんなのできない。人間だから。と、私はその言葉に胸がいっぱいになりました。2002年頃だったでしょうか。気がつけば見上げる存在になっていたキーアイナを天上の人のように思うようになっていて、それがスターということなのだと思いますが、同じ地面に足のつく人間であるスター氷川きよしをこの目で見て、そして感じたくて、キーアイナが生放送番組で NHK のエントランスで公開で歌われるというので限られた時間をやりくりして、当時働いていた出版社の仕事やりくりして、会社を中抜けして NHK までタクシーで往復したことが思い出されます。当時もすでに仕事で、きら星のような俳優さんたちにインタビューをたくさんしていた私でしたが、そんな風に氷川きよし、そしてキーアイナを別格だったのです。この話の流れで、魔法にかけられた少女をアカペラで数フレーズ歌ってくださり、うっとりしました。フォーラムでの歌唱を期待していて良いでしょうか？西寄さんがご自身のインスタに習志野文化ホールの楽屋に飾れていたメッセージの写メをアップしてくださっています。西寄さん、20年間ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いしますね。文末にお友達の Y さんから菊芋いただきました。この日のコンサートでも菊芋を食べているおかげで身体が若返ったとキーアイナが絶賛されていたのですごく嬉しかったのです。今日雑貨屋さんで購入したばかりのクリスマスグズと一緒にしゃべ、どんなレシピに挑戦しようかしら？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。